あの、パラプンテ、J リーグサッカーチャンネルです。というところで、今回補強考察東京ベルディ編ですね。やっていきましょう。よろしくお願いいたします。と。 ところでさあ今回、ベルディ編、まあ、オフの注目点、補強優先度で、その補強優先度から考えるえ、こんな選手が来たらいいんじゃなかろうかっていう話ですね。まあ、別に僕は東京ベルディの、ね、サポーターではなくて、ただもうサッカー好き、J リーグ好きのお医さんにはなってきますんで、まあ、例えばこう居酒屋にね行った時に、隣の席のおっさんがなんかね、えー、うちのクラブの話してんなーぐらいの、えー、なんか話ずれてんなとかね、そういうところもあるかもしれません。まあ、もちろん深い話はね僕はできないんで、浅い話をね。えー 中心にやっていくんですけどもね、それでもよかったら最後までよろしくお願いいたしますというところで、では行っていきましょう。こちら。これらのサブチャンネルの方もよろしくお願いいたします。詳しくは動画概要欄から。 まずじゃあ、オフの注目点ですね。まあ、やっぱ今年のヴェルディで言うと、レンタル組の活躍が目立ちました。故に、レンタル組が帰ったらどうすんだいっていうのはね、ありますんで、そこをどう補うか。で、ただ、他クラブからね、やっぱ若手が集うクラブになるのかなっていう感じがします。まあ、ほんと育成型のクラブとして、えヴ、ー、ェルディはね、やっぱ注目度がぐっと上がった感じがしますし、まあ、ヴェルディさんに選手を預ければね、活躍してくれるんじゃないかみたいなところ、まあ、使ってくれねっていうところもありますんで、まあ、そういう レンタル組を生かした補強がまた今年。 あるかなとかかかかまあ、j 2からの補強がねああるかなととというとこでしょうあとはその上で主力をどれだけ残すことができるかとかまあ、人件費を考えたらやっぱり厳しいものがありますんでやっぱいいオファーがあれば出さざるを得ないしちゅうのあるさあ、まあ、ただ主力が抜けてもさっき言ったタクラブから、まあ、若手だけじゃなくてね、まあ、ベルディでプレーしたい中いう選手もね言うと思いますんでさあ、えー、この辺踏まえた上でじゃあ優先度と考えていきましょうこちら というところで補強優先度になってきます。左出しているのは今シーズンの主なメンバーにはなってきます。だいたいこう先発の回数順とか出場回数順とかで並べるとだいたいこんな感じ。まあちょっとね、最近の形とか、まあ、メンバー配置とかはね、ちょっと変わってくるかもしれません。まあ一応回数順で並べたらこんな感じで、で一応名前の子に黄色いマークがある選手はレンタルで加入している選手、赤いマークの選手は移籍している選手になってきます。でちょっとね、選手が多いんでね、 何名か見落とし等があるかもしれませんが、その時は優しい言葉でえ教えていただけたというとこですね。で、まあ考えていくと、まあゴールキーパーは優先度は低いかなと、まあマテウスが残留なら低いですけども、ただタクラブからオファーがあれば、まあマテウスももうずっと日本にね、いるんで、もう僕はこうマテウスみたいに、こう長い間ある程度ね、J リーグでプレーした選手であれば外国人枠からも外していいんじゃないかっていう感じがね、するんですけどもね、例えばね、野球とかもそうですけどもね、 もう日本でのプレー歴何年とかね5年とか、まあ、6年とかであればもう日本人扱いでその枠はいいんじゃないかっていうのはね僕は今後議論されていいと思うんですよねなんとなくですけどねこれどう考えるかにもよってきますけどもねね、まあ、やっぱもう、ね、56年ぐらい日本でプレーしていたらね、まあ、もう枠 <laughs> 関係なくていいかなとかまあ個人的なところにはなってきますけどもねまあ分かりませんけどね中ところになってきますが、まあ、ちょっと話をれますけどね。まあ待て 残留ならね補強優先度は低いけどもまあ、彼がどうするかというところでしょうね。で まあディフェンダーに関しては、まあ、林は来季鹿島に帰るかなっていうところ、まあ、2年間ですからね、ヴ、え、ェ、ー、ルディを佐田た選手にはなってきます。去年は、ねえー、アンカーやってましたもんね、4 3 3のアンカーとかもやってました、ボランチもやってた林選手にはなってきますが、今年はもう主にまあセンターバックが主戦場で、鹿島が夏場、センターバックの補強がうまくいかなかったのか、それとも林選手を、ね、今年まあ今年中かオフかに戻すから、あんまり 補強しなかかかったかとまかままあいいろいろ考えられます、まあ、そもそも鹿島のね関川選手がいてで上田選手がいてじゃあ俺鹿島のセンターバックやりますっていう選手はなかなかいないと思いますただレ,レンタルで出てる林選手とかねそもそも鹿島に縁とゆかりがある選手であれば鹿島復帰もそういう状況でもねあるかなというところなんでまあ林は来季鹿島に戻るんじゃないかなっていう感じもねしますしただ鹿島に戻っても出番がないんでこの辺はちょっとね難しいところもなってきます ただまあ誰か抜けたら補強はやっぱり必要というか純粋センターバックが。 欲しいと、まあ、宮原選手をね、来季右のウィングバックでもうそこで集中して使っていく、例えば山田選手がレンタルバックで、京都に帰って右のウィングバックはもう宮原だよってなれば、センターバックの右というかね、まあ、純粋センターバックは1枚欲しいかなというとこなんで、まあ、ここら辺は出入りがどうなるかとか、ポジション変更がどうなるかとかによって変わってきますが、まあ、何にせよもう1枚本職のセンターバック、まあ、実績ある選手とかは欲しいかなというと そこにはなってきますで。まあ、ミッドフューダーまあ、ボランチシャドウアンカーあアンカーじゃない？ボランチウィングバックシャドウのとこにはなってきますけどもまあ、ボランチはね。だからまあ森田選手いて稲見選手中でね。この辺で綱島選手もいてで。まあ来季ベルディは別にこう。acl があるわけでもないんで十分この。 4枚が残る、まあ、プラス斉藤選手もボランチできますんで、まあそう考えれば、まあ、正直ボランチ適正の選手は何名かいるってことを考えれば、別にこう補強優先度は高いくはないかなっていうボランチ、まあ例えば稲見、綱島、森田、この辺はでもなんかね、オファーは絶対あるでしょうね、オファーがないわけはないんで、あとはそれを受けるかどうか本人次第にはなってきます。そうなれば 急にこうぐっとね補強優先度は高まるかもしれませんけれどもこの4枚とか三木選手含めた斉藤選手とか含めた5枚ぐらいかながいればまあ全然問題はないかなっていうところにはえなってきますでただ山田風紀選手がレンタルバックなら右をどうするかまあウィングバックのところに関しては山田風紀選手は京都に戻るんじゃないかっていうか大熊 GM は京都のね大熊さんは山田風紀と木村を戻す前提中野の人は7月時点で確かしていたんでまあ戻る前提でいるんであろうと 今京都の右ウィングにはねトゥーリオがいてでセンターフォワードは、えー、エリアスがいてみたいな感じなんで、ね、この木村と、えー、山田風紀はどうするか問題ちょっと僕はまだ夏場とは状況変わってるから分からんなっていうところにはなってきますまあレンタル組なのでねなかなか難しいですよねまあレンタル組の挙手に関しても多分もう裏では決着つきそうなのかな時期的にもねてかそろそろね山田風紀を戻すか戻さんかとかレンタル組どうするかっていうのを決めないと補強に動けないみたいな なところもあるんで多分裏ではほぼほぼ決まっているっていうのが僕の予想には。 なってきますってなれば山田風紀がね戻るとなれば右のウィングバックは宮原がいてでそこを斎藤いてオナがいてオナ、まあ、は左が基本ですけどもねいてみたいな感じであと松村選手がね鹿島からレンタで、えー、来ております、まあ、シャドウをやってるんでウィングバックシャドウウィングバックの松村選手にはなるんでまあ山田風紀の枠に来季は松村が入ればまあ松村、宮原、えー、で斎藤選手とかまあ枚数的にはいるかなっていうところには

なってきますが左はでもオナが深澤この辺がねやっていて左のウィングバックでいうとなかなかメンツ的にはいない感じがする、まあ、松村選手も左はできるんでしょうけどもねというところで、まあ、左はもう一枚欲しいかな本職が欲しいかなというところでシャドウはもう全員レンタルバックとなったらねほんと補強必須のところなんでここはやっぱりレンタル組の活躍が目立つポジションなんでね、まあ、補強必須であろうと、まあ、全員残る感じはしない ないですしね山見選手もね後半戦ベスト11を作るのであれば後半戦のみのベスト11なら僕は山見選手はね1番手か2番手に入たいぐらいありますしねまあそういうところで山見選手でも山見もガンバに帰ってどんだけ出番があるかってなればなかなかにねその保証もないですし木村選手もさっき言ったまあ、木村はちょっとセンターフォワードと話しますけどねまあ山田風紀もどうなるかってところありますんで。 どううだろうなこの辺はまタ、あ、クラブへの完全席とかまあレンタルバックで元のチームに戻るかなかなかに読めだ。補強がね難しいですねベルディは正直ね中うとこでしょうでフォワードも高いでしょう木村染の、まあ木村だかさっき言った戻る前提でなんか考えているようですし染のもね鹿島からしたらまあ来季の監督がどう考えるかにはなってきますがただまあ どううだろうな鹿島に戻る戻らんじゃなくても他クラブからのオファーもありそうですよね。えー、染野選手もね、あと木村選手もね、京都、まあ、レンタルで来てるけども、ただ第3のクラブが獲得を狙うみたいなところもあるかもしれません。ただどんだけ抜けてもね、まあ、米印で書いてますが、本当今年だけたチームとしてのクラブとしての評価が良い補強につながるんじゃないかという感じで僕は思っております。じゃあこれらを踏まえた上で、こんな選手がいいんじゃないかという話をしていきましょうかね。ねこちら まず、ゴールキーパー、あのディフェンダーというところで、まあ、仮にマテウスが抜けたっていうことを考えれば、まあ、そこにまた外国人ゴールキーパー、まあ、徳島のスワレスとかね、湘南の孫某文軍選手、この辺はありじゃないかまあ、スワレスは本当足元がうまいポジション型の、ね、ゴールキーパーですし、まあ、城福監督もスワレスのうまさは J2 時代に見ていると思います。ってなれば、この辺のね、外国人選手が抜けるってなれば、外国人ゴールキーパーを、で、また補うみたいな。 ことは考えられるまあ名前出してませんでしたが、ブローダー戦とかもね、えー、合うかもしれませんが、ブローダー戦も高いかな、どうだろうな、と <laughs> いうところで、まあ外国人ゴールキーパーも J リーグ何名かいますんで、この辺の選手はまあ,ありじゃないかというところでしょうで。 まあ、センターバック兼、えー、サイドバックの選手、まあ、ライキ・ベルディが3か4かにもやってきますが、まあ、センターバックで言うと中潮選手、まあ、言うて名前出してませんでしたけど、谷口選手も評価を上げているんで、谷口の後継者にやむな中潮選手とかねはいいんじゃないか、まあ、純粋、左のセンターバックから左利きの、ね、ロングフィード能力がある中潮選手とか、あとは水戸で今年、ね、大活躍、まあ本当、縦パス通す、ビルドアップ型の選手、山田選手とかね、ね対人プレー、カバーリング能力もひね え力持ってますし、やっぱ縦パスを出すとか、現代的なセンターバックには、えー、なってきます。で、えー、伸び悩んでる選手でいうと、井上、伊尾葉、この辺はね、ヴ、え、ェ、ー、ルディに移籍して、ね、なんか覚醒するみたいなことはもしかしたらあるかもしれませんね。うん、ね、グランパスでは今年2試合の出場に止まった井上師匠とかね、あとは、ポテンシャルは高いけども、ただ、広島でやっぱ出番がなかなか。 ないイオハ選手とかこの辺のポテンシャルはあるんだけどもでもなかなか伸びきっていないよねみたいな選手はヴェルディに、まあ、レンタルなり完全席なりで加入すれば1か2かは向けるのかなという感じがします。で あとはレイソルから長崎にレンタル行ってる田中選手ですね。今季35試合で1ゴール、2アシスト、まあ、飛躍のシーズン、長崎の3位に大きく貢献してる田中選手になってきます。まあレイソルもセンターバック事情はね、犬飼、子賀がいて、竜田が最近出ていて、まあ、ちょっと最近ね、PK 当たってしまいましたけどね、がいてみたいな感じなので、どうだろうな、田中をレイソルは戻したいんでしょうけども、長崎も多分完全席で狙ってくるでしょう。で、まあレイソルからしたらどこに預けるか、まあ長崎にね、来年も 預けてもいいででししょうしでただ、どうだろうな。本当ね、田中の今年の J2 の活躍を見れば、レイソルは戻したいと思うんですよね。ただ、まあ、もう一回、もう一年だけレンタルで経験積んできておくよってなれば、長崎以外で考えれば、まあ、それこそベルディみたいなチーム合うんじゃなかろうかというところでしょう。で えー、今年 J3 ですけどもね、J3 の北九州で活躍した工藤選手ですね、33試合で、A、1ゴール。浦和レッズから北九州にレンタルで行ってる、まあ、世代別代表も経験してたセンターバックにはなってきます。まあ、左利きのセンターバックにはなってきます。まあ、こういうね、J3 で活躍して、まあ、J2 かな、来季は工藤はね、っていう感じもしますけども、まあ、来年ちょっと J1 のクラブでね、見てみたいよねってなれば、浦和もベルディに預けたくなるんじゃなかろうかっていうポテンシャルはやっぱり感じますんでね。 この辺の若手選手とか伸び悩んでる選手の獲得は十分あるんじゃなかろうかというところにはなってきます。で、こちら。で、ミッドフィールダーとフォワード、だらっと一気にいってますけども、まあ、やっぱりこう、若手選手とか、まあ、伸びそうな選手でいうと、ボランチは豊田選手、うん、ボール出し能力に優れてますし、で、セットプレーも蹴ることができる。で、考えれば、割とこう、森田選手が仮に移籍とかとなれば、後継者としては、 豊田選手は非常にバチクソ合うんじゃないかという感じがします。で、あとは谷本さんですね。ボランチの愛媛でね、ほんと、パスの出し方も上手いし、相手をこう、相手というかあれか、守備の時のカバーリング能力も高いんで、攻守によって活躍できる、まあ。まさしく森田選手みたいなね、プレイスタイルの谷本選手。まあ、あ谷本選手の方がより守備のところで頑張れるかなっていう感じがしますが、でも全然ね、パスセンスもね、持ってる選手にはなります。で、 あとは左のウィングバックで言うと、僕でもね、名前出してませんでしたけども、荒井選手 <laughs> どこだったっけ東洋大かどっかで特別指定かなんかでね去年もプレーしていたんで、やっぱドリブラー、左のウィングバックのドリブラータイプの新井選手、あの選手は将来的に多分ねうん海外とかでプレーできそうなう選手ですよね、えー。下の名前忘れましたが、なんかで、ね、荒井中名前はね、えー、ウィングのドリブラータイプが多い感じがね、するんですけどもね、まあ、新井瑞生もそうでしたね。えー、その荒井選手ね、ウィングバックンとか割と来季新井が来るんじゃないかっていう、1年目からブイブイ言わせるんじゃないかっていうね。個人的なところは 左のウィングバックはどんだけ補強が必要か分かりませんけども、ね、ちょっと、ね、特別どこ,東洋どこだったかな東洋台じゃなかったかもしれんない、えー、でもねその荒井選手が来季加入しますんでそこはね、まあ、補強じゃなくてウィングバックのところはね補強じゃなくて荒井でもいいのかなっていう感じもしますけどもただ今年のいわきで言うと左のウィングバックとかボランチとかもサイドバックも何だけど本当どこでも使える山内選手ですね、まあ、ポリバレント性能が高い選手で本当左足の精度が相当高い まあ7、足と決めてますけれどもチャンスのチャンスを作るチャンスメイク率が相当高い山下選手とかあとは右のウィングバックでいうと伊坂全員にはなってきます、まあ、山形この辺は、ね、来季 J1 かどうかみたいなところもあるかもしれませんがそろそろ J1 で見てみたいとで広島小コシ選手です僕は小シミさん好きなんですけどね、まあ、ミッドヒューダというか、まあ、ウィングバックの 選手ですね、まあ、昨年は右で,でのプレーが多かったですけど今年はヒデのウィングバックもやってますんで,でやっぱ、ね、ベルディに移すればぐっと伸びそうなタイプです、この選手はね。ねコシミスさんあたりは本当、ね、出番もらえれば全然、ね、一か二か向けるんじゃないかというところで、まあ、ここ広島ポジションの選手多いんだのでコシミスさんとかレンタルはありじゃないかで名古屋はトスでトータルで19試合で3ゴール決めてる、えー、久保藤次郎トス、まあ、が J2 に落ちたしグランパスからしても、ね、どうするか戻すか どうか悩ましいしいでももう J2 でプレーするのな選手のレベルではないんで J1 クラブでウイングバックを置いてるチームで育成力とか伸ばす力があるあれ ウェルディーじゃんみたいに、ね、なるかなという感じもします。で、またさっき荒井選手の名前を出しといて、また荒井の名前を出すのややこしいですけどね。まあ、水戸のドリブラー、まあ、やっぱ荒井っていう名前本当ドリブラーが多いですよね。荒井春樹もね、ドリブラータイプの選手にはなってきます。まあ、水戸のウィングバックですね。あとは、シャドウで言うと岩渕。岡山で今季11ゴール言わんとまあ、岩渕から今年岡山に移籍してね、もうやれるとこ本当に見せてくれました。えー、岩渕選手とか、あとはコーダ、グランパスのと水戸あ、グランパスか水戸でレンタルで 28試合で1ゴール2足と、まあ、この選手僕ずっとレフティーと思っていたんですね。まあ、ずっとね、あ、コーダ中、レフティーの選手うめえなと思っていたら、実は右利きっていうね、それぐらいね、右足、左足、遜色なくね、決めきることができるし、本当、左利きって思わせるぐらいえ、本当に左利きですかって思うぐらい、左足がね、扱いがうまい。僕は本当、なんかね、レフティーとずっと思っていたんですけど、よくよく調べてみると、右利きっていうね、まあ、それぐらい左右の足をしっかり使える。 田選手もねありじゃないかまあ本当伸びそうな選手ですよねで あとは山口の若月選手とか、これちょっと多分データちょっと古いですもんね。データ中が数字がちょっと古いんでね。あこの表を作った時点ではこんだけで、若干試合数が進んでますんで、もうちょっと数字は伸び多分7ゴールぐらい今決めてるのかな。ちょっと収録日とこの表を作った時期はちょっとずれてますので、1試合2試合と数字の差若干あるかもしれませんけどもね。多分7ゴールぐらい今決めてる感じがします。若月さんですね。まあセンターフォワード、裏抜け系の選手にはなってきます。あとは、まあ谷村海奈とかね。いわきで今年活躍した谷村さん、17ゴール6アイス。まあ立派な数字。 残しましたしね、J1 クラブはどこも狙ってるでしょう、まあこの選手はどこでもできますもんね、シャドウもできる、サイドハーフもできる、センターフォワードもできるというか、そこがそもそも主戦場だけども、ね、というところにはなってきます。で、あとは伸び悩んでる選手でいうと、宮城選手、まあ宮城選手に関しては、今年のね、山見選手枠かな、ガンバからレンタルできて活躍した山見選手枠で宮城のね、えー、活躍も期待できるんじゃないか。まあ 似たようなタイプの矢野美選手が今年活躍したんで、ね、多分こういうタイプをヴェルディは伸ばすのが上手いんであろうというところで、まあ、宮城選手もね、ありじゃないか。で、センターフォワードで、ね、それこそ木村選手と似たタイプでいう高橋まあ浦和、横浜、恩輔に。 横浜 C か。浦和から横浜 FC にレンタルで移籍してる。高橋俊樹さんとかはね、まあ30試合で4ゴールですけども、どうなるか。まあ、それこそ、まあ、育成中枠ではないけども、まあ、なかなか J1 では結果を残すことができませんでした。ロアスト時代は活躍したんですけどもね。また、あの時の活躍を J1 で見せる。まあ、そこはベルで移籍すれば、また期待ができるんじゃないかと。っていうところ。あと、ガンバーと熊本で、東大19試合3ゴール、通アしたトの富山選手。この辺の、だからね、今後活躍が期待できる。まあ 使い込めば何か起こせるんじゃないか、えー、覚醒するんじゃないかっていう、遠山とか中島彩加さんとかね。まあ、この辺はね、ヴェルディ移籍すれば、木村選手みたいに、ぐっと伸びる感じもしますんで、さあ、どうなるかといったとこでしょうね。はい。中東で今回は以上です。以上、ファルンテージェルサッカーチャンネルございました。よかったらチャンネルます。